アローハー、毎日サンダルです。奥さんなるです。おはようございま す。晴れました。晴れました。超快晴。本当だね。久しぶりじゃない？そうなの。なんかずっと寒かったしさ、雨降ったりとかしてて最近ね、ハワイいなかったからそうね、仕事で日本とか行ってたからね、うん、極寒日本に比べたらもう天国かもしれないですけどね。はい、なんかすごい山の葉が、そうだね、山際がねすごい綺麗だね。やっぱこうやって見るとかっこいいよね、コオラウ山脈。かっこいいね、なんか彫刻刀で削ったみたいね。はい、ということで久々に朝散歩、朝9時半のワイキキ、はい、アラワイ運河沿いでございます。はい、まあ、仕事でね北海道行ってたんだよね。寒かった。札幌はそうでもなかったけど、地方が寒かった。どこが一番寒かった？層雲峡、うん、吹雪の層雲峡が寒かったそうです。まあね、今でも本当ハワイの人が北海道みんな行くよね、雪祭りとか ね、あるんで。外国の人多かったもん、ね、こんなところ行って。なんかね、ニセコとか行くともうほぼ外国人しかいないみたいな。物価も外国してて。お、どうしたどうした、お、どうしたどうした、ハッピーハッ、危ない、ちょっと撮らない方がいい撮ってない撮ってない。はい、朝から陽気な、よかったね。なんかちょっと やばい人だと思ったけど、ちょっとすれ違ってみたらただのいい人だった、うん、ただのなんかご機嫌な人だった、ヨーみたいなヘイみたいなまあいろいろありますね、ハワイですけども。はい、今日はですね、何を話そうかな、こんな天気のいい日にっていうところで、はい、なんかある？え？なんかハワイの最近のニュースとかあるの？なんかね、地震あったよね。ハワイで？あ、そう。え、知らない？知らない。知らない。え、ちょ。揺れた？あれいつだ？金曜日かな？金曜日。感じた？いや、僕は感じなかった。本当ちょうどほら空港にね、北海道から帰ってくるときに空港に迎えに行ったとき。の後かな、うん、10時過ぎぐらい、朝10時過ぎぐらいに、うん、ハワイ島で地震があって、あ、なるほど、ね、結構ねオアフ、ホノルルも揺れたらしいよ、うん、全然気づかなかったよね。多分その時も家に帰ってきたと思うけど、うん、僕は感じなかったし、うん、なんかツイッターとかでみんなが地震ありましたよね、地震ありましたよねみたいな、で会社行っても結構うん、揺れたっつって、知らなかった人もいたんで、まあね、でもハワイ島の南の方で結構マグニチュード 6. いくつとかいう結構大きめな、うん、だったようなんで、まあね、火山由来の地震ってことね、まあおそらくねそうだとは思うけど、まあ特に何事もなければいいですけどね、はい、まあそんな最近なんですけども、まあこの間ね、ハワイ州の政府から、はい、2023年の、うん、まあ、特効状況の集計が出てたんですよ、うんうんうん、まあ、それをちょっとね、好きでそういう数字好きだよね。そうね、数字分析をね、まあ、渡航分析みたいな、まあ、仕事柄もね、はい、一応そのお客様層とかさ、実際のこうどういう今後の傾向と対策もね取っていかなきゃいけないんで、はい、ね、まあせっかくなんで皆さんにもね、うん、はい、ご紹介しようかなと思います、はい、まあ興味ない人もいるかもしれないですけども、まあ、実際なんで2023年、うん、どんだけの人がハワイに来てたかっていう、うんうん、ことですけども、だいたい年間でトータル、その飛行機でハワイに来た人が、うんうん、950万人です。それはメインナードとかも全部ふっくるめて、うんうん、まあなんでその観光だけじゃないと思うんだよね、この統計で、ね、行って帰ってきてる人もいるかもしれない。そうそう、旅行じゃなくて引っ越しとか、うんうん、多分軍関係者とか含まれてるんじゃないかなとは思うんだけども、うんうん、まあでも一つの基準として、うん、だいたいこう950万人の人がハワイを訪れましたと、うんうん、でその中でも、うん、アメリカ本土の、うん、西側、うん、カリフォルニアとか、うん、西部から来た人がだいたい500万人ぐらい、半分以上は
アメリカの西部から来てると、うんうん、で東の方からは250万人、うんうんうん、だから950万人のうち750万人がアメリカから入ってきてますという結果でございました、うんうん、はい、でちなみに日本人は約57万人でございます。あ、思ったより少ない。少ない、そうね。でこれ、ま、去年、うん、2023年の結果ね、うんうん、それを一昨年か2022年、うん、なんでコロナがやっと明けたかなみたいな、うんうん、頃に比べると2022年がだいたい920万人ハワイに来てますと、うんうん、でそのうちアメリカウエストサイドが520万人、うんうん、でイーストサイドが、250万人同じぐらいです、うんうん、なんでちょっとアメリカ人自体はね、まあ、ほぼ横ばいぐらいな感じかな。で日本人はなんと2022年19万人です。そう考えると増えたね、まあ、だいぶ ね、ほぼ 200% 増でございます、ね、残りのでもさ去年来たさ、うん、残りの150万人ぐらいはどこの人だったの、まあ、カナダかな。あ、カナダか。カナダ、あともうアザーでまとめられてたんで、おそらく韓国とかオーストラリアとか、ね、まあ、その他島の人たちとか、まあ、いろいろになると思うんだけども、うん、そういう結果でした。じゃあ逆に言うとその前コロナ前、はい、2019年はどうだったかっていうと、まあ僕も動画で何回か話したことはあるかもしれないけど、2019年ってハワイ州の渡航者が過去最高だったのよ、うん、1000万人を超えた年で、うん、でその中でアメリカ人、うん、西海岸からは、うん、460万人今のが多いじゃんね。そうだからね、コロナ前はアメリカ人ちょっと少なかった、うんうん、で東海岸からも230万人ぐらい、うんうん、で日本人が150万人、おー、そう、なるほどね、っていうことなんで、まあでもアメリカと日本を足すと大体同じぐらい、まあそこ横ばいなのかな。で多分コロナでもちろん海外に行けなかった日本の方がまだ少ない、うん、で海外に行けなかったアメリカ人が国内旅行のハワイに来てる人たちが増えてる、うんうん、まあおそらくヨーロッパ系もね、いろいろウクライナとかの問題とかもあるからなかなかそっちに行けないっていう影響でアメリカ人は増えて日本人が減ってるという結果になってます。中国の旧正月のあれもあるしさ、ニュースでも見たけど、うんうん、国内に行く人が世界中で増えてんのかもね。海外とかよりもちょっとこうやっぱ物価が高いしさ、そうね、国内でこう済ませとこうっていうか、アメリカの人も国内でハワイに、そうね、まあでもアメリカの場合国内でも物価の影響があると思うんだよね。あ、うん、でなんかその1日の平均使用金額みたいなのも出てて、うん、だいたいね、アメリカ、ハワイに来る人は1日ね240ドル使ってます平均で。どこから？あ、これ全体ハワイ州に来た人たちが200、うん、そう、多分これそのホテル代とかも含まれてるんじゃないのかな、うんうん、で日本人がねだいたい238ドル、おで、カナダ人が少なくてなんか190ドルとかだった。で平均が240ドルぐらいで、うんうん、でもこれ2019年比で見ると、うん、アメリカ人とかはやっぱりね190ドルぐらいだったのが2019年、うん、今240ドルとかに、うん、アメリカ人とか他の国の人たちは上がってるんよ、うんうん、まさにこれ物価の影響とかあると思うんだけど、うん、唯一日本人だけが、日本から来た人だけが240ドルから238ドルにちょい下がってる。っていうか、まあ、ほぼ横ばいか微減、どこで調整してんだろうね。その多分さ、ホテルは上がってるでしょ、うん、で日本の人って多分ホテル宿の人が多いと思うんだよ。そうね、
あの、まね、時々コンドミニアムですとかさ、エアー B&B で泊まりますっていう人もいるけど、やっぱりその辺はなんかお土産、食費とかお土産とかそのブランド物の購入を控えてるとか、なんかまあそういうのでこう調整されてるんじゃないかなと思います。してるね、ちゃんとそこで調子合わせに来るのが、そうね、日本人って感じだね。ちゃんとしっかりしてるね。そう、あとはね、滞在日数とかも出てて、平均だいたいね9日なんですよ、全体の。ハワイ州に来る人の世界中っていうか、ハワイ州に来る人の全体が9日で、まあアメリカから来る人たちはだいたい9日から10日ぐらいが平均、 9.7 とかが平均になってて、で日本人の人はね 6.57 日。なるほど。で長かったのがね、カナダの人が12日平均に、なってたので、確かにカナダの人って休みが長いイメージ、休みいっぱい取ってるイメージ。そうね、まあなんでね、まあこの辺はね、そのもちろん国の状況とか休みやすさとかね、いろいろあると思うんですけど、だいたいこんな感じでございました。まあね、カナダの人とかもこの寒い時期はね、もしかしたらハワイに行きたいとかいう人は多いのかもしれないね。でもさ、200いくらでしょ、で、6日って言ったら6.6って言ったら、まあ7日平均、6から7、238だけど、250だとして、6日だと、1,2,3,4、まあ1,500ドル、プラスの、まあ、航空運賃が今同じく1000とかだから、円計算しちゃうと1500ドルももうすでに20万ぐらいになっちゃうよね。でさらにそこにエア型かかるとやっぱり1人30万円ぐらいかかっちゃうのかな。まあちょっとね、頻繁に来られてる方もまあいらっしゃいますし、まあ、だから逆に言うとね、滞在日数とかは日本人の人って確かね、2019年比では、2019年が 5.9 日で、若干伸びてんの。で2022年がね、実を言うとね8日なんですよ。ああ、コロナ禍だから休み取りやすいとか、在宅だからとか、そう、多分とか、まあコロナ、2022年に来られる人ってかなりやっぱり、そう、さっき言ったその裕福な人、お金があって、あと時間がある人、余裕がある人だから、結構1ヶ月滞在とかそういう長い滞在が多かったんじゃないのかな。で今2023になってだいぶ落ち着いてきてるっていう感じだと、なんかこう海外旅行も変わってくるね、なんかそのスタイルがさ、どうなんだろうね。でもまあまたね、日本の旅行会社さんもだいぶ動き始めて、キャンペーンとかもしてるし、徐々に前2019年みたいな感じでね、まあ団体旅行とかさ、この間も修学旅行の団体さんとかも来てたしさ、で、まあ、ちょうどね今2月の中旬日本3連休だよね。そう、3連休、建国記念日の3連休なんで、なんか結構日本の方が多いなーっていう、あとは旧正月、ルーナーニューイヤーもあるから、ちょっとアジア系の、方々が増えたかなーって思うけど、にしてもでも2月ちょっと落ち着いた感じがします。アメリカ人減ってんのかな、どうですかね、どうです、最近見てて、なんかね、ちょっとなんか思った以上に静かだなーって、結構夜とか歩いてても感じますね。次は卒業旅行とかに来るかどうかって感じ。まあ本来この2月って日本の人がやっぱり修学旅行とか、あと社員旅行とか、でそのあれか、大学の卒業旅行で結構来るイメージだけど、やっぱそこまでの盛り上がりはまだないかな。来てないだけとかじゃなくて、いやでもまだ圧倒的に、少ないと思うよ。
まあでも3月のね上旬にホノルルフェスティバルもあるので、おーあるね、ね、長岡の花火が上がったりとかさ、もう日本からいろんないっぱい人が来ると思うから。あれいつ？3月の8日です。あ、9、10か土日にまたいないのもう視聴者さんも悲しんじゃうよもうなんか最近サンダルさん一人ばっかりですねみたいな、奥サンダルさんは出ないんですかみたいな声もちょろちょろ聞きますんでね。まあ仕事がね忙しかったりねいろいろしますから。いいんですよ、はい。まあ多分ホノルルフェスティバル周辺は僕もかなり忙しいので、はい、仕事に集中。バレンタインはね、あのバレンタイン、そうだからもう今週かバレンタインはワイキキのレストランはどこも忙しいですね。うん、やっぱり急に予約数とかがもう桁違いなんで、はい。なんでもし2月14日ねハワイにいらっしゃる方はちょっと予約早めに、もしディナーとかはね特に、取られた方がいいと思います。もうサンダルさんに言うと系列店にねじ込めたりするあのねじ込める場合もありますけども限界がありますんでなんだテンエンパナーダス、コーリーコーヒー、ローカルヘルスコンシアスコーヒー、あーごめんごめん、ちょっと日差しがね、ね、超晴れた。大丈夫？いやなんか本当に久々に晴れた、風のないワイキキっていう感じ。人もねすごい多く感じるしね、すごい船がちょっと遠くて見えないけどね、いっぱいカタマランとか船がいっぱい出てるよね、うん、魚もめっちゃいっぱいいるけど、あ、ね、いや今日来た人は最高だね。そうだね、うん、これぞハワイって感じ。しかも暑すぎない。ん？暑すぎない。そうだね。うん。ねえ。ちょい波は高そうかな。でもサーファーめっちゃいるから。そうだね。なんかボディーボードの人。気持ちよさそうだね。あ、じゃあとりあえず暑いんでスタバで、はい、なんだっけ、ストロベリーアサイ、いちごが引っかかっててねまあね、コーヒーはねだいたい家で飲むから、あんまりコーヒー飲みすぎるとお腹チャプチャプのね、ストロベリーアサイリフレッシャーだからね、ちゃんとね、まあ、暑いんで水分補給しないとね。あ、そうそう、でこれ、ここはあれかマリオットかで、まあ、ここにアランチーノあるじゃないですか、はい、アランチーノディマーレ、はい、でアランチーノって、まあ、日本人の方、まあね、皆さんご存知というか、結構おそらく日本人の方のハワイ行きたいお店、予約したい店、ね、検索ランキングトップ3には入るよね多分、ハラかディマーレかみたいなね。そうね。でアナンチーノ3店、もともと3店舗あって、ここのアナンチーノディマーレ、カハラホテルのカハラ店、うん、でもうちょっと向こうのね、うん、あの高橋果実店とかのある並びに、うんうん、ビーチウォーク店っていうのがあって、ね、あの梅林の横とか、そうね、梅林の横とかにあって、だからね、そっちは本当カハラとかさ、こっちのディマーレはさ、ほんとイタリアンレストランテみたいな感じだけどさ、あっちのね、ビーチウォークの方はほんとなんか昔のイタリアン大衆食堂みたいな、ね、なんかちょっとあの
テーブルクロスがね、チェックのテーブルクロスがさ、もうトラットリアみたいな感じ、だったところが、まあ、コロナでねずっと閉店してて、まあ、一応張り紙ではねやっぱり従業員不足とかいろいろ書いてあったのが、まあ、ついにオープンするっていうことで、3月1日だったかな、そうなんだ、うん、ビーチウォーク店もオープンするので、メニュー変わるのかな、まあ、メニューは変わんないんじゃない、そんなに、やっぱりアランチーノといえばウニパスタとかさ、まあそれ以外もねあの美味しいんで、結構僕も知り合いとかが来た時にディマーレとかさ、あの ビーチウォーク店行ったりとか、まあ奥さんだの誕生日にカハラ行ったりとかね、まあよく使う、よく使う、よく使う、まあ使いやすい店舗だね。やっぱりなんか日本人の人イタリアンで好き嫌いが出づらいな、そうね、なんか食べるものがあるじゃん、うんうん、まあピザパスタとかさ、うんうん、まあサラダもあるし、ね、まあステーキ系もあるし、なんか全てね、あの好き嫌いがあったとしても何かしら食べるものはあるだろうっていうところでね、選ばれやすい、そうね、でまあ日本の方が経営してるのでやっぱ日本人フレンドリーだし、まあ、あとなんだろう、日本の方に人気だ、やっぱその検索トップ3といえば、あとはウルフギャング、うん、あとどこだろうね、まあアロハテーブルアロハテーブルと言いたいところだけど、まあエックスンシングスとかか、うん、まあでもさっきさ、その渡航者数の2019年日を話をしたじゃない、うん、なんかその2019年のさ、うん、ハワイ本があったからさ、ちょっとペラペラめくってたのよ、2019年って何があったのかなと思って、まあでもだから2018年19年頃からあんまりそんな変わってなかった、そうだね、人気店は変わんなくて、そうね、逆にあのオープンって書いてあるとこがもうなかったから、ああそう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 あれここもうねえぞみたいなのあったから、まあ結構2018年ぐらいだとさ、やっぱり横丁できました、インタマできました、まあ白木屋もリニューアルオープンしましたまあもう横丁と白木屋はないけども、まあインタマはあるじゃない、うん、だからカカアコのソルトも多分2016年ぐらいにできて、やっとお店が入って盛り上がってきたのが多分18年19年ぐらいだったと思うんだよね、だからね結構ね、あもう大体知ってるなっていう、うん、出揃ってたし、いやな本当だから、ステーキハウスとかはもうほぼ変わってないっていうか、まあ唯一本当にね、あのアロハステーキハウスが新しく入ってきたぐらいかな、うん、もうやっぱりウルフギャング、ルースズ、ハイズ、シグネチャーとか、まあほとんどある、まあ、コロナでねもちろんなくなったところ、あそこなんだっけ、地下にあったところ、ステーキっていうかプライムリブが言うプライムリブっていうか、なんだっけ、名前忘れちゃったな、あの田中オブ東京の下にあるところ、なんだっけ、セントラルのさ、あそこのウエストのところ、お花ウエストのさ、あお花ウエストね、お花イーストのさ、なんだっけ、あチャックセラーだそうそう、がなくなったりとかね、おお、あなんかすげえアメリカっぽいね、あとねなんかやっぱ結構ローカル系のさ、ちっちゃい昔からあった有名なところはコロナでやっぱりなくなったりとかさ、うん、はしてるけど、まあワイキキのメジャーどころはそんなに変わってないかな、あでもあそうだ、今思い出したけど気になるのはミーバーベキューがどこに復活するかでもね、それよ、こればミーバーベキューちょいちょい行ってたからね、えちょっとミーバーベキューの跡地行ってみる、そのままコーヒー買う、あそこで別に買わなくていい、なんかコーヒー買うとかあったっけ、あ、区評通りであそこで買いたいって言って、でも何もない、まあ、大丈夫です、いやゴミ箱なかったよ、ここあれあったじゃん、なんか電子パネルみたいなのさ、なんかあの案内板みたいなのあったじゃん、速攻でなくなったじゃん、でゴミ箱になってる、見覚えがいいよまあ確かにね、あんな誰も使わんし、てか使いづらかったし、なんかよくわかんない、うん、反応するかしないかもよくわかんないし、こ
BBQ チキンガーリックシュリンプシェーブアイスアサイボールバーガーズ、まあフードトラックが並んでるね。すごいコンパクトな、これハイアットリージェンシーの裏に。あとさ、神鹿パシフィックが再開するみたいな話を聞いたんだけど、まあここも鉄板焼きのお店ね、日本人経営、白金とかにあんのかな東京、行ったことないけどコロナで閉まってたけど、なんか再開するっぽい話を聞いたけどな、違うのかな、ちょっとまた情報入り次第。ミーバーベキューはなんかノーティス書いてある？本当だ。あ、マグロスポット？あれ、マグロスポットもまだ並んでないね。これが。あ、やっぱサーモン照り焼きボール5ドル。ガーリックシュリンプ12ドル。ね、1日数量限定だって。お早めに皆さん。買ってく？大丈夫。あとはなんだろう、最近ワイキキ、あそこウエストマンカフェ、そうそう、もともとビルズがあったところがあそこまた閉まって、そうそう、またね、あのカカアコの方に移転するって。うん、あのでも結構ね、ワイキキ周辺で閉まったお店がカカアコで再開するみたいな話は、ほら、あのインタマのさ、三つ輪の中にあった一瞬できた天ぷらエンド、あれもカカアコの方に移転だって。まあ結構ほら、カカアコ今新しいコンドがいっぱい建ってて、いやー、家賃はそんなに変わんないんじゃないかな。まあでもほら、前の動画でもちょっと話したけど、正直あっちのローカルエリアの方がみんなお金使う傾向にあると思うんだよね。ダウンタウンからランチに来るとかで、仕事終わりに飲みに行くとかいうのは、ワイキキに来るよりも、そのワイキキのなんていうの、こう観光の人のこのアップダウンに左右されない、常にこう一定のマーケットが存在するから、まあ、そっちを狙っていくっていう企業も、まあ、今後増えていくんじゃないかな ということで、なんか今日この後なんかある、買い物する？まあ行くかもしれないな。まあとりあえずは朝散歩は、野菜買えたから、そうね、冷蔵庫に入れないといけないんで、じゃあ今日はこの辺にしておきますか。はい、はい、はい、では本日も皆さんご視聴ありがとうございました。動画が面白かったよ、役に立ったっていう方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 Thank you, mahalo! Thank you, mahalo.